どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、あのマロカリス改め、マロ先輩です。ああ、また負けたわ。何をやっているのだ？最近シャドーバースっていうゲームを始めたのよ。そうなのか、我が輩もやっているぞ。カードゲームは面白いよな。見えっ張りのエビのくせにカードゲームなんかできるの？その言い方ひどくない？ところでさっきから見てると、負けが続いているようであるが、霊夢は何デッキを使っているのだ？ドラゴンのピュートーンデッキよ。それはまたマイナーで、脆弱なデッキを使っておるな。失礼な言い方ね。ピュートーンは私が最初に当てたレジェンドカードだから愛着があるのよ。このデッキで覇権を握ってみせるわ。まあ、楽しみ方は人それぞれであるからな。大変だと思うが、頑張れと言っておこう。そうだ、ピュートーンについて解説してやろうか？ゲームの話ならいいわよ。この子のことは私が十分にわかってるし。そうではない、ゲームに出てくるほとんどのモンスターには、元ネタがあるのだ。ピュートーンはもともと、ギリシア神話に出てくるモンスターなのだ。ピュートーンってオリジナルじゃなかったのね、ちょっと興味あるわ。よし、ゲームに出てくるモンスターの元ネタを解説するシリーズ、今回はピュートーンを解説して、行くぞ。今回はこの項目で解説するぞ。創作は常に冒険である。目次は陣力を尽くした後、天命に任せるより仕方はない。まずはピュートーンは何をしていたのかについてだ。ピュートーンは大地の象徴であるガイアという女神によって、デウカリオンの大洪水の後にできた泥で生み出されたのだ。泥遊びしてたのかしら？ピュートーンは蛇か竜の姿で描かれている。まあ蛇みたいな竜と思っていればいいだろう。私は竜のイメージがあるわ。住処はギリシアのパルナソス山で、そのふもとにあるデルポイの神託寺を守っていたのだ。体長は神託寺がすっぽり収まるほど大きいと言われていたので、推定200メートルくらいだな。結構でかいわね。ところでデルポイの神託寺って何？神様のお告げを聞く場所だな。古代ギリシアではいくつか神託寺があって、デルポイは最古の神託寺で聖地とされていたのだ。古代ギリシアの人々はデルポイを世界のへそ、つまり世界の中心地だと信じていて、とても重要視していたのだ。今でも遺跡が残っていて、世界文化遺産に指定されているぞ。そんなすごいところを守っていたなんて、ますます気に入ったわ。なぜそこを守っていたのかというと、海の親であるガイアがそこで神託を授けていたのだ。時には、代わってピュートーン自身が神託を授けていたと言われているぞ。神じゃないのに、出しゃばりだったのかしら。次はピュートーンの最後についてだ。え、ピュートーン死んじゃうの？ああ、残念ながらな。というかほとんどその話がメインだ。もっとかっこいい逸話とかあると思ってたのに。ピュートーンはある日、霊凍という女神が産む子供に殺されるという予言を聞くのだ。それを聞いたピュートーンは、子供を産む前に母親の方を殺せば、殺されずに済むと思い、霊凍を殺そうと追いかけ回したのだ。合理的ではあるんだけれど、なんかもっといい案なかったのかしら。一説ではピュートーンは霊凍を、大陸の端から端まで追い回したと言われているぞ。すごい執念ね。まあ自分が殺されるかもしれないから、当然かもしれないけど。霊凍は最高神ゼウスの数いる奥さんの一人だったので、ゼウスやその兄のポセイドンたちに邪魔されて、無事出産されてしまうのだ。ゼウスって神の中でもすごい神なんでしょ？そんな奴に邪魔されたらそら無理だわ。霊凍が産んだ子供は双子だったのだ。その双子はアポローンとアルテミスと名付けられた。生まれてから4日後、アポローンはアルテミスと一緒にピュートーンを退治しに行ったのだ。生まれてたった4日で、退治できたの？神の子は神だから、可能だったのだろうな。ピュートーンは母親を追いかけ回し、怖い思いをさせたとして、霊凍親子に恨みを買われてたのだ。それが理由でアポローンが弓を使い、ピュートーンを退治したのだ。じゃあ予言を聞かずに何もしなかったら、殺されずに済んだわけね。なんか不憫だわ。その後、ピュートーンが守っていたデルポイの神託寺は、アポローンが引き継ぎ、アポローンの神託寺となったのだ。殺された挙句、守っていた神託寺も乗っ取られるなんて、踏んだり蹴ったりじゃないの。しかしアポローンはピュートーンを手厚く弔い、亡骸を神託寺にある聖なる石オンパロスの下にある地面の裂け目に葬ったのだ。ちなみにオンパロスはギリシア語でへそという意味だぞ。その石があるから、デルポイの神託寺は世界の中心って言われてたのね。またアポローンは神託寺の巫女にピュートーンにちなんでピューティアと名乗らせたり、ピュートーンのためにピューティア大会という壮麗競技大会を開催したりしていたのだ。アポローンはピュートーンに対して敬意を持っていたのね。無下に扱われなくてよかったわ。
信託所の巫女は地面から出る煙ガスを吸って、トランス状態になり信託をしていたそうだが、そのガスはピュートーンの死体から出る霊気とされていたそうだ。トランス状態になるって、やばいもののように聞こえるわね。この話は要約すると信託所の神が入れ替わる話なので、信仰対象が取って代わられた現れなのだろうな。つまり理由付けなわけね。どうだ霊夢、自分が使うモンスターのことが知れてよかったであろう。そうね、より一層ピュートーンに愛着が湧いたわ。今度勝負しましょうよ。いいだろう、だがそんなマイナーカードでは我が輩には勝てないと思うがな。マロ先輩は何のデッキ使っているのよ。我が輩は最強の深き森の医療デッキだ。ご視聴ありがとうございました。よかったらもう一本マロチャンネルの動画を見ていただけたら幸いです。